ああ、息子までも僕の前から消えちゃったよ。でもさすがに今のは言い過ぎたんじゃないか、バンサイさん。なんだろう、ちょっとやけになってるのか、もしくは。まあ、それで、なんだろうな、すごい前向きに、すごいポジティブに考えると、ユミヒコ君に前を、真実を知って欲しかったからってことなのかな。あはは、いやー、泣けちゃうね。僕のために頑張ろうとして。何もできないんだもんね。貴様は本当に最低の人間なのだな。まあ今映ってる姿は完全に最低の人間だな。現実の世界の会長としても、父親としても。そうだね。あなた本当に周り誰もいなくなっちゃうよ。信頼のおける人間なんていないんじゃない？あなたひょっとして。さすがにあの検事がかわいそうになってきたわ。検事さん。海彦君は、今何を思い、どこに向かったんでしょうね。海に行ったのかな。バカ野郎で叫びに。一柳万歳、あなたは自分の息子を何だと思ってるのですか。使い勝手の悪い困ってところだね。おっと、君が僕を責めるのはお門違いだよ。君だって僕に近づくために弓彦を利用したんだろう。まあ、そういう節はあるかもしれないかな。否定はしてませんわ。ですが、彼は駒なのではありません。実力に見合わない仕事ばかりでも、彼なりにいつも一生懸命でした。実際そばで見てきた三鏡さんがそう言うなら、しかもこの状況で言うなら本当なんだろうな、それは。その姿を私は知っています。それを否定するなんて、それだけは許せない。あはは、あの子はダメだよ。何をやってもやらせてもね。舐めすぎだな、ユミヒコさんを。三塁健二様、法の神への捧げ物、あなたにお任せしましょう。一柳万歳。法の神のさか、さ、ほ、一柳万歳に、法の神の裁きを。うむ、もとよりそのつもりだ。一番噛んじゃいけないところだった、今の。マスターの顔に火傷があるとすると、一柳万歳はそれを隠していることになる。まあちょっとなんか気づく、気づいたな。気づいた節があるな、三剣さんは。あの男がオークション中にどんな格好をしていたのか。それこそが、真実を暴く鍵だ。では、お答えいただきましょう。真犯人の顔の、火傷を示す、根拠を提示してください。これさ、ちょっと、わけのわからない証拠あったじゃないですか。多分それなんだよね。一個分かってないものがあるって言ってたじゃん。あ、これじゃない、これじゃない、これじゃなくて、なんか武藤さんのやつだったっけかな。なんかカツラが2個あったっつって、なぜかストレートとウェーブの2種類があって、ストレートを使ったんだよね、カゴメさんは。で、ウェーブは何に使ったのかっていうのがあるんだけど、結局でも使わなかったんだよな。で、バンサイさんが、なんだろう、まあ、髪で覆われてるじゃん。バンサイさんの顔って、毛で覆われてるじゃないですか。あれが仮に付け毛だとしたら、このウェーブのカツラはなんかそういう意味合いを になってきますよね。しかも弓彦さんは知ってたわけだし。ここぐらいしかないでしょう。よし、よかった。ここだよな。ここじゃなかったら俺本当にもう迷宮入りに入ってたわ。武藤さんの証言を思い出してもらおう。一つだけ、不可解な点があるだろう。2種類用意されたうち使われなかった方のカツラだ。ウェーブの。もうちょっとよくわかんないですけどね。そういう業界は、私は、ストレートなの、ウェーブなの。そんなよくわかりませんが。要するに毛でしょ？毛。なんなの、それは。武藤さんが被害者と入れ替わる際に見つけたものだ。そんなものが火傷にどう関係してくるというの。まあ、隠してんだろ、毛で。武藤さんは衣装箱の中で2つのカツラを目撃している。1つは武藤さんを被害者に見せかけるカツラだ。でももう1つのカツラは何だったのか。予備のカツラというわけではなさそう。深く考える必要などない。真犯人であるマスターの服装と
一柳万歳を見比べれば良いのだ。そういうことだな。じろじろ見ないでほしいな。一箇所だけ大きな矛盾があるとは思わないだろうか。顔のあたりにな。これは、カツラではなかったのですね。まあ、そういうことだな。これはカツラではない。まあ、要するにあれか、じゃあ、つけ毛。言っちゃうときまんさい。貴様のつけ髭だ。あ、つけ髭か。お。そのまま燃えてしまえばいいんだ。ああ、僕のこれは地毛だよ。やだな、みつるぎくん。本当に地毛ならちょっと引っ張ってもらっていいかな、周りの人に。貴様の息子は真っ先に真実に気づいていたはずだ。だから、貴様、必死に貴様をかばおうとしていたのだ。貴様も真実を喋られたらまずいと思い、息子をここから追い出したのではないのか。そういうことか。そうか。まあ、それもある、あるか。あそこまでひどく言って、追い出したのは。父親が火傷をつけひげで隠していると知っていたのだから。ずっとね、四六時中つけひげつけてるわけにはいかないもんな。寝るときには外すだろうからな。一柳万歳。そのつけひげを取ってもらおうか。まあ、それでもね、火傷の跡がないってならこっちもそら、諦めますけど。やばい。カジカジ。やばい。お!おー!え?何?え?あなた全部?つけひげどころの話じゃなく、つけ毛も、てかあなたにあった毛全部つけてたやつなのか、あれ。あ、やけどの後。水類健二様。法の女神の目前で、審判が暮らせることは感謝いたしますわ。こちらこそ君には礼を言わねばな。一柳万歳。たった今判決を言い渡します。終わりだよ。あごめ翼、殺害の犯人としてあなたの身柄を拘束いたします。そういうことだったんだな。あっけなかったな、意外にな。三剣さん、ありがとうございます。最後まで私を信じてくれて、嬉しかったです。礼には及ばない。検事として、当然のことをしたまでだという。いや、私自身が君を助けたかったのだ。ああ、まあ、そうだね。筒に隠さず本音を言う三剣さんもかっこいいな。三剣検事様、お喜びくださいませ。一柳元会長が無事留置所へ収容されたそうです。ああ、なんか裏から手を回したとかそういうことはなかったんだな。凶器のオークションハンマーは引き続き捜索中ですわ。ただ、それ見つかってないっていうのもね、抜け目のない一柳万歳のことですよ。処分されている可能性が高い。それと、一つだけ気になる証言がございます。手紙だけは自分の工作ではないと。へぇー、手紙って、三雲ちゃんと、ハゴメさんがやり取りしてたあれか。どういうことだろうか。まず、殺害したカゴメ翼の服からこちらの手紙を見つけ、はいはいはい。倉庫で気絶していた少女からも手紙を見つけた。あ、そうなんだ。あ、じゃあ実際にやりとりはしてたんだ。手紙には二人の間でやりとりが交わされたかのような内容が。一柳万歳は思い込んだそうです。二人は協力していたと。あ、だから巻き込んだんだ、三雲ちゃんを。バカな、そんなわけはない。二通の手紙を読み、一応三雲に罪をなすりつけようと思いついた。疑いが彼女に向くよう、ことさら目立つ場所に手紙を置いたのです。死体となった、カゴメ翼の左胸に。はぁ、ただの言い逃れではないのか。三雲ちゃんの記憶が戻らないと、それは何ともやっぱ言えないね。いや、私もそう思いますわ。苦し紛れの悪あがきでしょう。厳格な法の女神の前では、どれも些細なこと。あの男の有罪は決して、免れるものではありませんわ。これで私は、かねてからの使命を一つ果たすことができました。三鏡裁判官。そうか。そういう企みであなたは動いていたから。あなたの知っている真実を教えていただけないだろうか。いつからあなたはそういうふうに動いてたんですか。一柳万歳がなぜカゴメ翼を殺害することになったのか。今回の事件の裏には何があったのかを。
そうだね、カゴメさんとあなたは一体どういうように裏で立ち回ってたんですか。構いませんわ、あなたにも全てを知る権利がありますもん。カゴメ翼には昔カメラマンの恋人がいたのです。ああ、綺麗な人ですね。その恋人はジャーナリストとして闇オークションを追っておりました。そして真相にたどり着く前に消されてしまったのです。ああ、復讐ってそういうことか。恋人からの思いを遺留品とともに受け継いだ彼女は、マスター、バンさんに復讐するためにオークションに現れたのでしょう。返り討ちに遭ってしまったようですが。なるほど、そうだったのか。彼女の行動を法の神は許しはしないでしょうが、一柳万歳の罪を暴くという目的は達成されましたわね。まあそうだね。三日神裁判官の目的は一柳万歳の検事審査会の闇を暴くことだったのだな。法の神をしっかりとしたものにするためにか。あのところで、少年検事さんは、先ほどから連絡がつかないままですわ。やばいな、ちょっと。弓彦さん、ちょっとやっぱり、ねえ、いろいろ痛いところ疲れてしまったからな。どこか心当たりは。私はあの方にお仕えしてはいませんでしたから。そうですか。あの方とてもかわいそうです。ああ。かわいそうなのは今まで彼が何も知らなかったことや。どんなに残酷な現実でも受け入れなければならない。でも、いくらなんでもタイミングが悪かったからな。一度に全部知ったような感じだな、あれな。そうでなければ彼自身の人生を歩むことはできないわ。まあ、メイちゃんもね、お父さんの、お父さんを、まあ、すごいね、無敗の、40年間無敗の素晴らしい人間だって思ってたら、まあ、それがいろいろ、裏があったわけだからな。それを知ったとき、ショックだったでしょうね。絶対に。父親の影響というのは簡単に消えるものではない。だが、彼はこれから変わっていくことができるだろう。そうですね。そうですよね、きっと。根が悪い人ではないからね。純粋な方なんで。立ち直ったら、そうだな。立ち直る手助けは必要かもしれないけどな。私も、私自身の人生を歩んでいけるのかな。ひぐもさん、お体は大丈夫ですか？あ、そうか、あなたたちもいたんだった。はい、おかげさまで。本当にごめんなさい。私の患者さんなのに、疑いをかけられることになっちゃって、あった。一応この人も罪を犯したよね。だからまあ、多分、大事にするのは体だけじゃね。体だけじゃね。心の方も救ってやらにゃ。さすがおばあちゃん。ひぐもさん、記憶の方はもう少しで思い出せそうなんですけど。それでは私はこれで失礼いたしますよ。あれ、武藤さんも多分、捕まっちゃうよね。捕まらないのか。これから三輪マリーの裁判を行わなければなりません。ああ、あの人か。内藤真之介殺害事件の裁判か。弁護は誰が担当するのか。彼女の弁護担当だったカゴメさんがお亡くなりになったので、今代わりの弁護士を手配しているところですわ。カゴメ翼がニオマリーの弁護を担当していたのか。担当検事である弓彦さんとも早く連絡を取らなければ。では。あ、待ってください。三剣さんの検事バッジは、そういえば。検事バッジは帰ってくるかな？これは。会長が逮捕され、検事審査会の機能が実質的に停止した今、その問いに簡単にお答えすることはできませんわ。法の神のみぞ知るといったところでしょうか。え、帰ってくるわけではないということ。そんな。君が気にすることはない。私自身が選んだことだ。あなたも変わるご予定はないようですわね。ああ。まあ、そうだな。男たるもの。一度言ったことは負けねえ。無論だ。私は真実を求める道を選んだ。ねえ、三剣さんが、ちょっと、やっぱ取り消して返してもらっ
ってもいいですかねとか言ったら、ちょっとやっぱね、こっちもちょっと見損なう面がありますから。一柳万歳が去り、法は我らの手に戻ってまいりました。もしあなたが真に賢治の道を望むのであれば、バッジが戻るよう協力するのもやぶさかではありません。あ、それはちょっとお願いしていいんじゃないの。せっかくの申し出だが、お断りして頑固だからな、三鶴木さんもなかなかに。私は中途半端な気持ちで、バッジを返却したわけではないのだ。そうだね。いいや、いいと。そんなのはもういらない。いらないと。そんな、慰めはいい。そうですか。あなたと私の方の道は、相入れぬままのようですわね。ふ、道が交わるその時まで、バッジは預けておくとしよう。はあ、なんか、なるほどさんだけじゃなくて、三鶴木さんも一回あれなんだね、検事辞めてたんだね。まあ、なるほどさんもまあ、弁護士をね、退いた期間がありましたが。まあ、そうか。まあ、三鶴木さんがね、気持ちとしてそうなら仕方ないよね。もとよりそのつもりでしたわ。これはでも複雑だよなぁ、これは。ですが、時に、法の神は五感大であらせられます。このノートは本来の持ち主にお返ししてくださいませ。みくもちゃんのノート。みくもくんの約束ノート。こちらは闇オークションに出品される予定だったそうです。ノートの中にはみくもという名前が記されていた。一柳万歳は彼女の持ち物だとすぐに理解したそうですよ。見つけた手紙に同じ名前があったために。さも手紙のことは知らなかったような言い草だな。やはり万歳は自分が手紙を用意したのではないと。ええ。あの男はこうも言ってるそうですわ。一条三雲の目的はノートの強奪。かごめ翼の目的は自身への復讐。二人はお互いの目的のために、協力して、潜入してきたと。いや、でも、あり得る話っちゃあり得る話だな。残念だが、万歳の勘違いだ。偶然が重なった結果だろう。ならいいんだけどね。検事審査会に所属する弁護士と三雲くんが知り合いだとすれば、私に全く話がないのはおかしい。彼女の性格を考えればな。まあでもそうだな。そうだわ。そこを秘密にして、不信頼してるのですね。そこはね、結果としてノートは偽装工作の一部に利用されてしまいましたが、でも三鶴木さんのために黙ってたっていう可能性もまあなきにしもあらずなんだけどな。その少女にとってはとても大切なものなのでしょう。特別にお返しいたします。法の神はそれを望んでいるはずです。む、その、感謝する。失った記憶が戻ることを祈っておりますわ。いや、何から何まで。ありがとうございました、三鏡さん。かなり助かった。実際。どうかしました。三鶴木さんが素敵な笑顔で三雲ちゃんを見ている。約束ノートを。渡しましょうか。三雲くん、君の大事なものをお返ししよう。お、いいね、これ。あ、これは。知らない人でも挨拶をする。知らない人には涙を見せない。お父さん、三雲ちゃんと書いたよ。これは本当にあなたの中でかなりね、大事なものだよね、確かに。心の中でもすごいやっぱり、糧になったことだと思いますから。うん、ちゃんと約束を守って、お父さんみたいなヒーローになる。あ、そっか。もう一つ、一番大事なの、書き忘れてた。約束五つ目は、知らないことは、知る努力をする。ちゃんと覚えてるもん。三雲、絶対に忘れないよ。そうか。どうだ、これを見てなんか、感じるものはないですか。知らないことは知る努力をする。そっか、私は、あ、まさか私は真実の娘、大泥棒一条三雲、八田からその二代目で三鶴木さんの助手です。戻ってきた、降臨した。三雲くん、思い出したのか。なんだか照れくさいですけど、ありがとうございます。全部三鶴木さんのおかげですね。まあ、それこの格好で、この格好だけど、三雲ちゃんってのはなかなかにシュールな。
記憶をなくしてる間もずっと助けてくれたんですよね。いつもの調子に戻ったようだな。もう何も言うことはないな。まあ三雲さん、お元気になられて健康第一、これでもう安心ですね。記憶を落っことさんよ、しっかりせよ。あ、武藤さん、伊丹さん、心配してくれてありがとう。ほら、元気になったなら、さっさと着替えんか。おー、いい、いいね。その、その助言はいいよ。そのアシストは。三雲さんの服、ちゃんと洗濯しておきましたからね。これで完全体が出来上がる。一条三雲という人間の完全体が。その服は、糸のこぎり刑事に預けておいたはずだが。鑑識から帰ってきたからって、刑事さんに渡されてたんですよ。分析結果が出ていたのか。さすがに、そこまでは聞いていないですね。さあさあ、そんなことより、早く着替えましょうよ。そうだね。しかし、包帯は取らない方がいいのでは？あ、もう大丈夫だと思いますよ。あ、もう大丈夫なの。三雲さん、頭を打っただけで、他に大きな怪我はしていないんです。今、なんで殴った今。無意味な、無意味な。叩きだった今。ではなぜあんなにたくさんの包帯を？念には念を、これまで先の杖、私のモットーです。ああ、なるほど、大げさなやつだったんですね、あれはね。旗迷惑なモットーだ。めっちゃなんかね、すごい大怪我をしたのかと思ってたよ、こっちは。さあ三雲さん、あっちで着替えてきましょう。お、やっぱり大泥棒といえばこの格好ですよね。表情もこれでなんか、あ、三雲ちゃんだなって感じが。あなたはやっぱり笑顔の方が似合っているわ。昔も今もね。カルマさんも来てくれてありがとう。いろいろやってくれたからな、メイちゃんも。私はヒゲに頼まれただけよ。あのヒゲもあなたの元気な姿を見たがっていたわ。のこちゃん、のこちゃんはどうしたんですか。あれ、そういえば一応のこさん今どこ。さあ、源氏バッジを自ら捨てた男に愛想を尽かしたのではなくて。あ、でもこのことに関しては三雲ちゃんもいろいろ思うところありそうだな。糸のこぎり刑事。私はそろそろ行くわ。彼女たちを連行しなくては。そうだね。あ、二人はどうなるんですか。弁護士殺害の共犯者と、18年前の解剖記録、改ざん。まあ、大きいっちゃ大きいよな。その罪は決して消えはしない。もちろん、萬斎に脅迫されていたという事実も法廷で語られるわ。まあそうだね。それでまあ、幾分か軽くはなるのかもしれない。私たちは大丈夫です。おばあちゃんといれば、無敵です。それじゃあ、オライチにね。いや、ちょっとおばあちゃんの身を案じて、案じてくださいね、もっとね。さて、三雲くん。記憶を取り戻したところで悪いが、君には聞きたいことがある。あの手紙は、はい、何でも聞いてください。君は記憶を失った日、ああ、そもそもそうだ。何をしていたのだろうか。私、あの日、ひょうたんこに呼び出されたんですよ。ひょうたんこに？誰に呼ばれたのかはわからないんですけど、ひょうたんこで月を見てたら、あ、なるほど。赤いレインコートの人が近づいてきて、そうなんだ。そもそもあの、この何？赤いレインコートとかあの月の下りは、あの屋上の話じゃないんだ。いきなり何かの薬を嗅がされて気を失っちゃったんですよ。な、どういうことだ。全然関係なかったんだね、あなた。本当に。三雲君はひょうたんこで月を見てたのか。目を覚ましたらビッグドアの屋上にいたみたいで。え、何その赤いレインコートのやつ。黒幕じゃん、完全に。意識がはっきりしなくて、ぼーっと歩いてたら、赤いレインコートの人が倒れてるのを見つけたんです。私、びっくりして慌てて後ろに下がったら、落ちたと。高いところから落ちちゃって、意識を失っちゃったんですよ。そして目が覚めた時には記憶をなくしていたんです。赤いレインコートの人、あの人は一体誰なんでしょう。あ、じゃあ、カゴメさん、もう全然知らないんだね。誰のことか。あの人一体誰か。そう、確か空中を歩いてたし。ん、なんだか頭が痛くなってきました。あ、まあ、ちょ、まだね。病み上がりだから、落ち着きたまえ。君はまだまだ記憶が戻ったばかりで混乱しているのだ。おそらく君の記憶を一番混乱させた原因は、あ、そうだね。ひょうたんこと、
あとその屋上の記憶ごっちゃになって、どっちも赤いレインコートだったからこそだな。おそらく君の記憶を一番混乱させた原因はこれだろう。ひょうたんことビッグダワーの屋上、2つの場所で月を見ていたから位置の混乱が生じたのだ。え、でも全然違う場所じゃないですか。そうだけど同じようなものもあるもんね。そこには月もあったし、赤いレインコートの人もそうだし、あ、まあ店とかもそうだね、きっとね。おそらくはビッグタワー屋上にあったものが君を混乱させたのだ。まあ、桜の木は確かに氷炭湖にもあったしな、屋台もあった気するしね。ビッグタワー屋上と氷炭湖には共通点が2つある。どちらにも桜と屋台、あ、そうだね、桜と屋台が設置されているのだよ。あ、そういえば似たような場所にいたことで記憶の混乱が生じたのだ。君が最初に見た人物は空中を歩いていたわけではない。ひょうたんこ公園の地面を歩いていただけだ。だから向こう側から来たって。まあそれならね、ひょうたんこのあそこの場所ならそれは成り立つから。その景色とビッグタワー屋上が頭の中で混ざってしまったのだろう。そういうことだったんだな。そうだったんだ。大泥棒の記憶を盗むなんて絶対に許せませんね。いや、どういうことなんだろうな。ひょうたんこに現れたその赤いレインコートの人の目的がよくわからないね。それにしても、三雲くんを襲った人物は誰なのだろうか。殺し屋サザエモン、かもしれないが、ひょうたんこに現れた赤いレインコートの人物か。お、なんだ、この音は。倉庫から聞こえてくるみたいですよ。なになになに、次から次へと。水木さん行ってみましょう。なんや、またスクープの匂いがすんべ。まだいたのか。いや、誰かさ、警察関係者連れてった方がいいんじゃない？なんか巻き込まれたらまた、あれだしさ、めっちゃ撮ってる。撮りすぎ。あなた撮ってるのアリフレッド像だけじゃないの？その角度からだって。水木さん、この機械が、あ、トランシーバー。む、このトランシーバー、どこかで見たことがあるような気がするが、これはさ、このトランシーバーは、あの逆転裁判2に出てきた、あれ、あのトランシーバーで間違いないのかな。あの殺し屋サザエモンと会話した時の。なってますよ、水木さん。これは、出ちゃっていいのだろうか。まあ、出た方がいいな、これはな。こういったもの扱いには詳しくないのだが、ほらほら、出なきゃ。えい。あ、出ちゃった。はい、こちら、水木です。三雲くん、勝手に応答しないでほしいのだが。水木様でございますね。この感じは殺し屋サザエモンだな。この声は、殺し屋サザエモン。事件解決、おめでとうございます。しかし、この事件、本当に解決したと言ってよろしいのですか？いや、なんか関わってますね、赤いレインコートの。あなたかと思いましたけども。事件を演出した黒幕の存在に気づいておいでですか？貴様、なぜ事件のことを知っているのだ？お前が関わっているのか？そんなことは今は容易ではないですか？今は事件の黒幕について話しているのですよ。貴様に言われなくても、私もうすうす感じてはいた。三雲君を利用し、捜査を混乱させた証拠品があったからな。あの手紙は、三雲ちゃんが書いたわけでもないわけだもんね。あなたの考えをお聞かせいただきましょう。手紙だよね。どっちがそうだろう。まあ、この手紙は、これは完全にだって三雲ちゃん書いたわけじゃないわけだもんね。気がついたらここに来て、かごめさんのことなんて全然知らないわけだからさ。三雲くんから被害者に送られたという手紙だ。そういえば、あんな手紙書いた覚えないです。一体誰が用意したものなのか。私にも興味があります。なんで？貴様が書いたものではないのか。私がそんなことして何になるというのです。確かに。あなたはまあ、依頼された仕事を全うするだけですもんね。真実を明らかにするには、法廷に立つ必要があるかと。法廷？
バッジを奪われたあなたに何ができるのか、かけながら楽しみにしております。え、何、殺し屋さんは何企んでんの。この男、なぜそれを知っているのだ。よろしいですね、くれぐれも裏切られません。なんでそんな。それでは失礼いたします。ピ、事件が解決してないってどういうことなんでしょう。それになんで殺し屋さんが、なんで関わりたくない人と関わらなきゃいけないんだ。もうわからないことだらけですよ。今回の事件はまだ本当の解決を迎えてはいない。みくもちゃんをこんな目に遭わせて、しかも意図的にやってるね。偶然とかじゃないよね。ひょうたんこに呼んで、で、完全にこの事件に関わらせる気満々で。検事バッジを失っても私のありがとうだけは変わらない。どんな結末を迎えようとも、真実を暴いてみせる、必ず。え、これ終わらないってこと？あ、終わったんだな。一応このショーは終わって、次、大いなる逆転。